こんにちは。こんにちは。フォトジェニックチャンネルのなっちです。ゴンです。今日は、先日見つけてきました。じゃじゃん。何？カカオ。チョコレートをカカオ豆から作るキットです。はい。じゃばーん。マジの手作りバレンタインチョコを作ろうと思います。イエーイ。イエーイ。初めてなのでうまくいくんかな、分からん。なんかまあお店で聞く話だと大体できるまで5時間ぐらいかかるそうでダリ計算っていうとこから出てるみたいで、多分チョコ屋さんやんな。うん、チョコレートのお店ですね。京都と東京にしかないのかな、うん、今京都が本店らしい、うんうん、みたいです。はい、じゃあ早速作っていこうと思います。おお、皆さん、これが生のカカオ豆です。見えますか？あんまり見栄えは良くないですで、こいつからなんかチョコレートが完成するらしいです。こんな手作りキットみたいなパンフレットも入ってます。はい、この内容物は肩かな、多分最後チョコレートを流し込んで固めるための型、カカオの形してます。かわいいね、うん、普通に型として買っても値打ちあるな。こんだけ、うん、一応中身はこんだけです。はい、はい、じゃあ早速説明書を読みながら作っていきます。はい、ではまず、はい、ですね、用意するもの、はい、カカオ豆、カカオキット、はい、カカオ豆、カタ、カタ、はい、これ全部入ってます。フライパン、ヘラ。フライパンはこちらに用意してます。で、鍋。ヘラ。ヘラいんの。ヘラ。ヘラ。ヘラ？フライパン、ヘラ、鍋。ヘラ。すりこぎ、すり鉢。フライパンとヘラと鍋はまた別物なのか。かもしれん。後からいるかも。スプーン。うん。砂糖 30g、はい、でこの写真見た感じ粉糖を使ってるっぽいです。はい、でお好みでナッツやドライフルーツなど入れてもいいよって書いてます。あ、美味しいな。うん、じゃあまず作り方の手順、はい、まずカカオ豆を洗います。はい、ボウルの中にカカオ豆を入れお米を研ぐみたいにゴシゴシとよく洗いましょう。はい、水が汚れてくるので綺麗な水に変えて何度も洗います。5分くらい洗って水が濁らないようになったら大丈夫。洗った豆はタオルなどで水分をしっかり拭き取っておきましょう。はい、じゃあまずじゃあカカオ豆返していきます。うわ、カカオだ。うわ、酸味となんかな、あんまり生のカカオって多分見る機会ないからみんなにしてくれはい、じゃあ洗っていきます。はい、そしたら一応豆洗い終わりました。結構洗ったね。うん、5分。なんか一応説明書では濁りがなくなるまで洗ってくださいとのことですけど、結構かかりました。この5分ぐらい洗ってって書いてるもんね。うん、ね、手真っ赤になったで、水分を拭き取って、次の工程、豆を焙煎していきます。弱火にかけながらヘラなどで焦げないようにカカオ豆を混ぜ続けましょう。10分から20分焙煎しているとパチパチ豆が弾ける音がしてきます。さらに少し焙煎を続け火を止め冷ましてから豆を一粒取って半分に割ってみてください。パリッと割れたら焙煎できた証拠です。まだ柔らかくグニャッとしたらもう一度火にかけましょう。パリッと割れるようになるまで何度か試してみてください。はい、はい、じゃあ焙煎していきます。弱火で、難しいねんな。こんなもん。じゃあ。はい。はい。はい。こっから、10分から20分ぐらい。長っ。うん、酸っぱい。うん、すごい匂い。めっちゃ酸っぱくない？うん。工程で言ったら、あとステップ9まで。今ステップ2。2か。先乗りは、道のりは長いです。先乗り。先乗
はい、じゃあ頑張って焙煎していきます。はい、そしたらだいぶ20分ぐらいもういってパリパリになってきたんで、パリパリになってきますあんまり映ってないけどで、一応1個割ってください。火を止めます。で、パリッと割れるようであればまあ OK ということらしいです。はい、一回全部皿に移そうか。せやなで、これでなんか割ってまだグニャってするようやったらまださらに焙煎不足らしいんで、はい、熱いやろ。いける。割ってみます。はい、あ、パリパリって割れますね。ああ。そしたらいい感じだね。はい、中までちゃんと水分が飛んでたらパリって割れるみたいです。はい、はい、次は次のステップ、皮を剥きましょう。焙煎が終わったらカカオ豆をフライパンからお皿に移し冷めるまで少し待ちます。匂いを嗅いでみてください。はい、香ばしい香りがしてきたでしょうか香ばしい香りがしてきたでしょうか。匂い分からへん、マスクしてた。お、熱っ、チョコだ。はい、で、手で触っても熱くないくらいに冷めたら、うん、今度はカカオ豆の薄い皮を一つずつ手で剥いていきます。皮を剥くときに豆が割れることがありますが、後で豆は細かくするので大丈夫。皮を剥いたカカオ豆はすり鉢の中に入れていきます。はい、そしたらちょっと冷めるまで、はい、待ちます。はい、で、その間に次の工程をちょっと確認しとこうかね。うん、次が、剥いた豆をすり鉢で、取り潰していくみたいです。で、細かくなるまで、すりこぎで潰して細かくします。細かくなってきたら今度はぐるぐるかき混ぜて、一番ね、右の写真のようにっていうか、なんか滑らかになるまで、混ぜ続けます。大変な作業だけど、ここが踏ん張りどころ。美味しいチョコレートを作るために頑張って混ぜましょう、だそうです。はい、はい、なんでちょっと冷ましていきます。はい、はい、そしたらある程度冷めたんで皮剥いていきます。はい、はい、剥いたやつこの中入れてください。はい、剥けんかいな。おお、剥けるわ。剥くの、こうやってパリパリって。うわ、なんかこれなんか、ほうほうほう、すごい、なんかこれもうなんかこんな真っ黒の、見えますかチョコボールみたいな。え、どこまでが皮。え、これで OK でしょ。抜けてんの、すごい。どこまで皮抜いていいの、うん、もっと。いや、それで OK よ。プリン、うん、何を知ってんねんって話だけど結構パキパキ剥けんね。うん、なんか楽しい。なんかね、落花生のすごい剥きやすいやつみたいな感じ。うん、薄い落花生の皮みたいな。皮から、あんま伝わらんな。うん、うん、すごいいい香りね。うん、マスクしとっても香るもんね。うん、すごいよね。でもカカオからチョコ作るっていう発想。うん、なあ、こんな作業をしてたってことでしょ、昔の人は。昔の人ってか今の人でもしてるでしょなんかその第一発見者てか第一発見者なんでこれしたん。いろいろ試してみよう思った。あんなさ、カカオの豆いうか実からさ、中割って種引っ張り出してさ、これいったらいけんちゃう。これいってすりつぶしてさ、滑らかに混ぜてみたみたいなやつ誰そうやばいな。うん、なんでもそうやけどほんまに。いや、でもこんなもう愛情を込めたチョコはないよな。ないね。人にあげたくないもんねこんだけ愛情込めたらもう意中の人もポロッと言ってまうよこれなんか女の子からもらったらまあちょっと重いよ。嘘やろ。てか多分信じてくれやん。意味わからんのじゃん、うん、もらってもまず。多分世の男性そんなもうチョコがカカオ豆からできてることなんて知らないチョコレートそのものがもう存在してると思う、ね、そう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 、それちょっと言い過ぎた。わからんな、うん、お砂糖入れへんかったらカカオ 100% のチョコになるんかな。どうやろうね。どうなの、もう超超ダークチョコみたいな。皮むく作業めっちゃ楽しいんだけど。なあ、
だから手袋してるかのように一生やってたい仕事ランキング1位。内職？内職。競技でもこんな機械でどうにかなるもんやろな。なんかザザザザみたいなんじゃない？遠心力で顔ぶっ飛ばすみたいな。うん。じゃないとこんなん手で向いてられへんよね。意外と手でムキムキしてるからこその値段なんかもな。え？やばないこの作業手でやっとったら。どのあれもメーカーも。そう。チョコレートって高いよな。そう。何の高いの？もちろんカカオのなんかな種類みたいなのもあるやろうけど高級なやつとかも。でもやっぱりこの手間なんじゃん。手間かな。はい。はい、そしたら、はい、皮と。こっちが2と皮と分けて回りました。よし、さあこっからもうなんかどうも地獄のあれが始まるみたいです。よし。はい、次の工程は、先ほど説明した通り、すり鉢で潰していこうと思います。で、なんか、フードプロセッサーがあると時間短縮になるらしいんですけど、今回はもうすり鉢で一本でやっていこうと思います。はい、頑張ってください。どうですか食感は？ちゃんとガリガリいってますか？ちなみになんかね、ちゃんと焙煎したらパリパリになるって。すっごい匂い。マジ？ほら、ん？いや、いや、苦っ。すごい香ばしい匂いしてきた。混ぜ混ぜしたらなんか滑らかになってくるんで、でこの間に次の工程の説明しようと思います。次、ある程度滑らかになってきますと、まずお鍋に、お湯を沸かしてください。何に使うかというと、次の工程で、これを湯煎しながら、混ぜていく工程になります。で、湯煎しながら混ぜていくと、うるさいな。チョコレートが溶ける溶けたような状態になります。その後、お砂糖を加えてさらに混ぜ込んでいくと、まあ大まかにはそれで、完成するらしいです。腕ゴリラになりそう。もうゴリラやん。どういうこと？さあ、ゴリラにやるか。うん、はい、オスのゴリラがやります。結構根気がいるで、これ。そうやろ？うん。フードプロセッサー使おうって言った。そのまんとか言うから。今愛情込めとんねん、こっちは。そしたら、頑張って滑らかになるまでやっていこうと思います。はい。これやばいな。この工程いっちゃやばいな。うん。全然こんなんにすらならへんもん。粉粉やろ？うん。だいぶ粉っぽさがなくなって、もうまとまりが出てきました、うん、めちゃくちゃ変わった。チョコっぽくなりました、うん、チョコレートや。一応こんな感じで。おお、大変やったね。うん、2人で交代で混ぜたけど10分ぐらいかな。うん、で一応これぐらいになったら次どうするんですか？湯煎にかけるそうです。はい、そうです。お鍋にすり鉢の高さの半分ぐらいの水を入れ、お湯を沸かします。はい、はい、沸かしてます。で、この中にすり鉢を入れます。はい、入れていきます。はい、すり鉢の中にお湯が入らないように絶対気をつけてください。はい、これをするとチョコレートが溶けるような状態になるって。お、お、溶けてきた。うまや、うまや。もう右腕が結構、そう、うん、お釈迦になって、うわ、うわ、急に来た。ほほほほ、みんな急に来てますよ。来た。はい、だいぶ滑らかになってきました。はい、長かった。長かったね。うん、およそこれも20分ぐらい混ぜたかね。そんなにいったかな？いってるよ、きっと。もうだってかれこれ初めて1時間半以上経過してんもんな。そんなに経ったの？え、ぐらいやってんじゃん。やってる。こんな感じで、うん、聞こえになったね。ほら、
チョコになりました。はい、でここから、砂糖を入れましょうということで、砂糖、今回 30g、レシピ通りに一応用意しました。まあ多分調整してもいいんやろうな。うん、まあ食べたことないんでどれぐらいなのかまさか分かんないですけど、一応今回レシピ通り、粉糖を 30g、はい、用意してます。でこいつを入れて、ちょっとずつ少しずつすり鉢に入れます。混ぜ続けているとだんだん固まってきてしまうので、もう一度お湯を沸かし湯煎しながら混ぜます。この時もお湯がチョコレートに入らないよう気をつけて、ベチャベチャの状態からサラサラになるまで頑張りましょう。はい、よっしゃ、とりあえず粉糖を少し入れましょうか。いやほんま、もうほぼチョコレートが完成してる。うわー、またもそもそもあったせっかくいい感じやったのに。はい、固まってきましたんで、また湯煎しながら混ぜていきます。一応今砂糖全部混ぜてこんなもろもろな感じになりましたんで、ここに書いてるのは、うん、カカオに含まれる油は約30度で溶けるので、うん、固まってきたら湯煎するのがポイント、ドライヤーで温めても大丈夫ですっていうのが書いてます。混ぜ終わりました。はい、感じのツヤツヤのチョコになりました。はい、頑張りましたね。はい、もうなんかあれやられた精神。はいそしたらこれを型に移して、あとは固めたら完成。うん、やったね。はい、そしたら一応型に流し込みました。こんな感じです。チョコレートになってきましたね、うん、見た目はもう完全にチョコ。下のところも冷やして、ね、うん、固まるまでちょっと急に暴れ出さないでびっくりするじゃん。でまた 2,3 時間冷やすらしいです。はい、もう全然先やん完成そしたら、冷やしてまた固まったらお見せします。でははい、完成しました。はい、綺麗にできました。もう完璧なチョコね。え、美味しそう。めっちゃいい匂いしてる。もじゃもじゃ映った。映ってないめっちゃいい香り、ね、じゃあ一粒食べてみます。食べてみます。あー、すっごい香り。嗅いだことない、こんなにいい香りのチョコレート。濃い、うん、ジャラジャラね、うん、ちょっとベリーっぽい酸味っていうか、うん、確かに、ね、酸味ある。うん、うん、美味しい。美味しいね。うん、なんかね、ほんまちょっとダリダリしてる感じ。うん、なんかその市販のカカオ、カカオちゃうチョコレートみたいにはな、滑らかにはなりませんけど、うん、っていう風に一応この書いてた、ダリケイさん、うん、書いてたよね。うん、確かになんかでも出来たてのチョコレートって食べたことなくない？うん、ね、ね、初めて食べた。なんかいいカカオとか使ってますみたいなのはさ、よくまああるけどさ、うん、ましてや自分で作ったチョコレート、びっくりするぐらい美味しいと思った。これ普通に、そう、ムンク食べんの？マジ？何だろう、なんか俺らキャップみたいに食べてますみたいな貴重な一粒やで、だってこれ、うん、でももう我慢できなかった。食べよう。結構砂糖入れちゃうけど、全然このカカオの香りが、うん、ほんま独特の酸味。うん、いや結果大成功ということで、
今日は2粒ずつ食べました。うん、これはちょっとそんな1日で全部食べるもんじゃない。うん、もったいないわ。プレートもな、めっちゃうまいこと言ってるし。うん、かわいい。バイバーイ。見せたよ、さっきそれ。え、見せたの？うん。ほんまに結構ほんま大変やったけど、マジで、え、冷やす時間抜いてどれぐらいだった？2時間半、大方3時間ぐらいやってんじゃん。そんなにやったかな。やってるね、やってるわ、うん、3時間ぐらいはほぼぶっ通しでかかったね。大変やったな。腕一番大変やったのはどこですか？もう最後かな。ああ、まず続けるとこ。そう、練り上げるとこ。もう、なんかあそこまで行ったらもうなんか自分の気が済むとこまでみたいな感じやんか。言うてほんま初めてやから、なんかゴールも分からへん。そうな。あ、でもほんまになんかこうやって作られてるんやなって。うん、面白かった、めっちゃこれ勉強になる。うん、ぜひやっていただきたいです。みんな絶対この時期にいいと思う、このおうち時間、うん、過ごし方とか、ね、ほんまにお家におる時間長いと思うから。今でバレンタインやし、うん、こんなん送ってもいいと思う、バレンタインやからこそ。あ、逆にな、うん、作ってあげるっていうよりかはこのキットをそのままあげて作ってみてみたいなふうにしても絶対楽しいと思う。うん、いいと思うね。美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、はい、まあ、今回は初めてやけどうまいこと言ってね、よかったね。ったうん、素晴らしいね。うん、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、やってみてください。ご視聴ありがとうございました。さよなら。